3時を回りました。 81.3JWAVE 東京マットスピン PK シーズレディオ、ナビゲーターの DJ だるまです。 EXILE 巻大です。この時間は EXILE 巻大 &DJ だるま from PK シーズがお届けしていきます。はい、はい、新年明けて2週目ということで、はい、はい、あのね、今週去年さ言ってたじゃんけんに関するメールを送っていただいてて、はいはい、ちょっと読ませてもらっていいですかね。ぜひ、はい、ラジオネームドンサニーさん、ありがとうございます。だるまさん、まきさん、こんばんは。さまざまな分野のレジェンドゲストさんトークで自分の未知なる世界にときめき、お二人の温かな人間味あふれるトークをニヤニヤしながら毎回楽しく拝聴しております。ありがとうございます。お二人のトークでだるまさんご子息が発したじゃんけんここが変じゃねについて話されていましたね。解決の一つの案として聞いていただきたいのですが、中国ではちょっとこれ読み方が合ってるか分かんないんですけど、僕、シートゥージャイアンダオブー、これ C2 っていうのがなんか石って書いてちょっと読めないんですけど、漢字が石のことらしいんですね。ほうほう。で、ジャイアンダオがまあなんか刀みたいな感じが入ってるんで、まあ切る的な感じ、で、ブーっていうのは布のことらしいんですよ。ほうほうほう。というらしいです。石、ハサミ、布、布ならば石を包めるし投げられても耐えうる、日本語ルーツが中国にあるとすればどこかで布が紙に変わったのかとも考えられます。はい、面白い。そう、これね、まあ、でも確かにその通りで、強度、強度の、確かにそうか、強度の問題だとしても、石には勝てるという理屈だったら。包み込むってことか。そう。だでも、息子が言ってたのは、その、硬さの勝負なのに、包み込むっていう術。包み込むっていうのは勝ちっていうのがおかしいという理屈だったから、確かに布っていう、その素材違い、素材違いだったら、その石で突き破ることはできないから、まあ、布の勝ちっていうことは確かに言えるかもしれないですね。確かに定義がちょっと変わりますもんね。そう、だからちょっと一回ここでさ、ほら何の話ってなってること人がいるかもしれない、一回ご説明すると、あのチョキはハサミ、パーは紙、はい、グーは石じゃないですか、でグーは、チョキに勝つっていうのは、石がハサミで切れないから勝ち、これは分かると、はいはい、でチョキがパーに勝つ、これは、ハサミで紙が切られてしまうからこれ勝つから分かると、分かるね。でっていうことは、その破れたり切ったりする、たりするっていうのの勝負なんじゃないかっていうふうに息子は言ってるのに対して、はいはい、石のグーがパーの紙が包めるから勝ちってなんじゃいって言われたってことです。要するに原型をとどめないというか、形をまあちょっと破壊しできるから勝ちと。そうなのに、包むって破壊してできてないじゃん。いや、紙なんて余裕で石でちぎれんじゃんっていうとこだよね。って言われて、確かにそれそうだなって思ったっていう疑問を。逆に紙が破壊されちゃうじゃん。そう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 。だけどこれが布となれば。布となれば確かにそうだな。破壊されないで包み込めると。確かに。しかも分厚い布となれば。そう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 。制することができる。できる。もうその強度で言ったら確かに。確かに。まあ、石を破壊するっていうところは難しいかもしれないけど、少なくとも負けではない。そうだね。っていう。そこまでは持ってけたんじゃないの。持ってけたよね。確かに。うん。確かにちょっとそれは布だっていう解釈。だ中国とかではそういう解釈ってことなのかな。布なんだね。でこれアメリカでもね、ペーパーだもんね。確かに。ロックペーパーのシザーズって言ってるもん、ね。確かに、布自体がやっぱ、あれなのかね。その中国とかだと文化が、なんていうの、歴史が長いからさ。どうなんだろうね。なんかその、じゃんけん自体が、じゃあ下手したら中国とかが先だったのかね。あ、でもね、多分中国が先な可能、日本語のルーツが中国にあるっていうところはやっぱりあると思うんで、もしかしたらそこが先なのかもしれないですね。うん。ありがたい。この話を覚えててくれて、まず送っていただいたのがありがたいんだけど。確かに。ちょっとスッキリしましたね。ちょっとスッキリしましたね。これだったらさ、だるまさんのね、ちょっと言ってみるか。ちょっと、あ、まあ確かにってなるんじゃない？かもしれない、もしかしたら。いや、これを、ようやく年を超えて、ドンサニーさんから、トラ年に。ドンサニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。はい。こんな感じで僕らの、トークから拾っていただいた内容をメールしていただけると、非常に、僕らのオープニングトークの、はい。はい、トピックになりますので、ぜひお願いしますっていう感じなんだけどさ、今日さ、来た時に巻大、ジュースを思いっきりポケットにこぼしてて。ああ、そう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 。だから、いわゆる、なんていうの、こう、炭酸系エナジードリンク、炭酸のさ、ちょっとだけ空いてたんだよね。で、なんか待ち合わせでさ、今日のゲスト、ね、スエと、
だるまさんと、うん、でなんかこうあれなんか上から水滴でも落ちてきてるのかな。俺もその映像だけ見えて牧田もじゃ目の前にいたから、うん、そうなんか足がびっちゃびちゃになってていきなり。で足はさ、うん、まだスニーカーじゃなかったし、うん、ブーツだったたまたま、うん、だけどさ随分とこれまた吸収水を吸収 しそうなさそうだね。そこは逆に言うと分かんなくなっちゃう。そう分かんなくなった今戻したんだけど、うん、素材的に弾っ、うんかない、あ、弾かないやつ。いや、わけわかんなくなっちゃう。吸収率の良さそうな素材のジャケットしてたもんね。そうそう、うん、しっかり重くなってたもんね、水分で、うん。そう、あんなハプニングがね。そうだね。いきなりあるとは。しかもほら、エナジードリンクって糖分がやっぱり多いから、ずいぶんベタベタしなさそうとかって言ってた、ね。そうだよ、うん。で、またよりによってさ、この J-Wave のさ、J-Wave さんのさ、うん、あのヒルズのトイレにさ、うん、それちょっと拭こうと思って入ったらさ、うん、まさかの紙がさ、1枚しかない時だったんだよね。手洗うとこのさ髪が1枚しかないんだよ。あれも1回もしかしたら洗わないとクリーニングされてちょっと辛いかもしれないね。ちょベタベタ感がやっぱり、ね、そうね、うん、まあこれもしゃあないなって感じなんだけどね、うん、うん、まあちょっと離さないと逆に消化できる。そうだね、うん、浄化されない。浄化されるこれによって最近サプリームをよく着てるよね。ああ確かに気に入ってる。また気に入ってるゾーンに入ってきたんだね。なんかシルエットとか大きくてさ、うんうん、まあなんとなくそう最近 D のシルエットがなんかオーバーサイズになってきてめちゃくちゃ似合うなと思ってる。いや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 、なんですよね。まあなんか単純にちょっと着やすいっていうだけで、あとなんか昔に戻った感じもしていいよ。ああまあね、うん、なんかちょっと懐かしい感じがあって、はい、はい、そろそろオープニングトークは長いっていうバイブスが、ね、そうでしょ、そうだよね、はい、表から飛んできてるんで、オッケー、はい、ここで一曲聴いていただきたいんですが、うん、先週からゲストに来ていただいてるスウェイと一緒に PK シーズでやった曲を聴いてもらいたいなと思いますので、はい、1曲目 PK シーズでビューティーマーク、81.3 J-Wave 東京マッドスピン PK シーズレディオナビゲーターのエグザイル牧大です。 DJ だるまです。ここからは先週に引き続きこの方をゲストにお迎えしています。こんばんは、ドーベルマンインフィニティの末です。よろしくお願いします。2週目もよろしくお願いします。お願いします。先週めっちゃ面白かったね。やばいね、うん、こんなに分厚いストーリーがあるとは、ね、予想以上の、ね、でも知れてよかった、ね、なんか本当ですか、うん、ただこのペースでいくと、うん、今にたどるつくまで、そうだね、たどりつくまであれなんで、うん、まあ若干こう太字のところになっちゃうかもしれないけど、ね、とはいえ聞いていきたいね。はい、うん、先週ほら、まあまず札幌での学生時代から、はい、まあ、アルバイトしたりとかしている時期、そして、カナダ、トロントに留学時期、はい、そして、また札幌に戻っていったっていうところまでを、はい、お話を聞いたと思うんですけど、24歳の12月31日辞めました、はい、辞めました。で1月突入して、はい、やべ、とりあえずでも東京行く日程決まってないし、まあニートになったわけですよね、そこから、はい、一旦ね。で1月、12月31日辞めたんですけど、うん、辞めるちょっと前に小吉から電話が来たんですよ。ほうほう。で俺小吉だと思って電話出て、おどうしたって言ったら、せい最近どんな感じみたいな。でいやいや、まあ、全然普通にやってるよって言って、で、うん、先週ちょっと言わせたんですよ、インディーズのアルバムがちょうど完成してたんですよ、はい、あ、そうだったんだね、はい、でそれをリリースしようっていうとこまで来てるっていうとこがあったんですけど、うん、ま、だからそういう感じでやってるんだけど、東京出ようかなと思ってて、はいはい、って言ったら、え、マジでみたいな、うん、いいじゃん、うん、で実はさ、俺ソロデビューしたくて、みたいな、はあ、はあ、正吉が、うん、あ、そうなんだ、でいつもだったらお正月に入ったら海外とか行ったりとか、うん、いろいろ自分でなんか休んでたんだけど、今年は音楽作りをちょっと曲作りを、うん、この休みでやろうと思ってて、うんうんうん、で一回俺札幌行くわって言って、3日間小吉が札幌に来たんですよ。ほうほうほう。1月の頭からお正月休みに、うんうん、でそのお正月に小吉が来る前に事前に3曲、うん、小吉からトラックが送られてきてて、うん、でこの3曲を一緒に作りたい、うんうん、うわすごい、小吉はまためっちゃいいやったな、それなんか、まあなんかその時にね、伏線じゃないけど、ね、うん、うん、でもうその当時はもう2代目 JSOULBROTHERS から EXILE になって、うんうん、で
もう活躍してる小吉が、まさしく12月31日2008年のパーフェクトイヤーの最後の日にヒロさんから、EXILE メンバー になってくださいっていう発表の時だよね。で、うん、2代目もアルバムリリースしてリリースと同時に EXILE に加入になったじゃないですか。はいはいはい、っていう流れもあり、でも小吉はやっぱりそのパフォーマーに、そこからこう、2代目 JSOULBROTHERS のボーカルからちょっとパフォーマー寄りの、エグザイルとしては一旦パフォーマーっていうところもね、行くっていうのもあって、いやこのボーカル魂をやっぱ発散できるのはソロなんじゃないかっていう彼の思いが、こう札幌に来てからずっと話してくれて、でそれで送った3曲なんだけどみたいな。でこれ前にマキさんにもお話しさせてもらったんですけど、なんかいやこのね、まず1曲目アッパーのやつはこれ俺とせいで一緒に出るんだけど、まあここ2人でやるじゃんって、で次バラードのこの曲なんだけど、ここでグランドピアノが下から上がってきて、でここ弾いてるとこでせいがかっこよくラップするんだよねでこれもう一個アッパーのやつはそっから弾いててみたいな。俺クラブでずっとやっててグランドピアノが下から出てきたこともないし、火も出たことないじゃないですか。どういうことだ。どういうステージで。わかる、その感覚。これ何やってたのみたいな。そう、わかる。俺ね、そう、同じような感じで、それこそさっきのブループラネットのライブにさ、PK シーツとして出して、いただく前にね、あとね、直樹と登坂くんと俺と牧大で飯食ったの覚えてる？あったあった。赤坂かなんかのホテルの、そうそう、中でご飯食べ行こうってご飯食べて、で、直樹がそこに実は PK シーズさんに出てもらいたいと思ってるんですっていう話をね、してくれたのね。で、同じようにさ、俺もさ、まだそんな、もちろんドームのステージなんて経験したこともないしさ、クラブで基本的に DJ してる身じゃないですか。したら、直樹がね、いや、なんとか DJ ブース空飛べないかって今ちょっと考えてるんですよね、みたいなこと言ってる。何の話をしてるんだろう全く同じ感覚だった、いやもうハテナで、そうそう、だから、その見えてるビジョン俺見えてねえなみたいなそうだよね、だから使う道具とかがまあ違ったりもするもんね当時はね。でもなんか俺もそれなんかこうちょっと何ですか言えなくて、いいねいいね、分かってるよみたいな、はい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 、あめっちゃいいじゃんみたいなで僕の中ではその、LDH に入るとかっていう感覚じゃなくて、この小吉のこの3曲をフューチャリングでやる単発のお仕事なのかなっていう感覚で最初はいたんですよ。で3日間とりあえずあるからって、まあ、その時に、まあ、母親もいて、小吉くんって言って一緒に写真も撮ってもらいながら、札幌で、EXILE の小吉くんと写真も撮ってもらいながら、3日間あるうちの2日間、ひたすら飲んだんですよ。あ、とにかくまずは。とにかくちょっと。コミュニケーションがっつり。空いてた。曲作れそう。作れそうね。もう一日目終わって次の日二日酔いで全然正気も起きてこないみたいな。これ作んのかなみたいな。二日間も飲みすぎて。はいはい。で、三日目やろうってなって。もうなんか三日酔いのなんか三曲なんとか作って。すごい、その一日で三曲行ったってすごいね。で、レコーディングして、で、正気はもう帰っていって新千歳空港の桜ラウンジかな多分バーって、なんかしかも正気面白いのはこれマキさんわかると思うんですけど、スーツで来て、札幌に正月休みに、はいはい、で一切着替えないんですよ。もうずっとオンってことで、パンツと靴下しか持ってきてないんですよ、シャツと最小限だから、ね、もう最小限最小限、そういうのに憧れ、そういうスタイルになんか家になるんだよね。そうっす、もうすごい、ね、だからもう別に手ぶらでもいいぐらいのノリだよ ね、 よね、ザ・エグザイルの格好で来るんですよもう僕エグザイルですっていう、まだそのレップしたい時だよね多分ね、どこか初期で、なんか分かる、当時のそのエグザイルってスーツで、なんかみんなずらっとこうかっこよくしまってるやつなんです、あのうちの一人が、ね、ずっと3日間いるんですよ飲み屋、いろんな飲み屋さん、そんな大衆居酒屋行っても、エグザイル正気者来ましたよと、もう、ね、僕はどうもエグザイル正気ですっていう飲み方を2日間もうずっとストリートもステージの感覚で、はい、ずっとレペゼンしたいっていう、いいねいいね、とそのエグザイル正気者のまんま最後新千歳空港送って、桜ラウンジ入り口もその来たまんまの格好で帰ってくっていう。
あのカバンの中何が入ってるの、ね、何もう何大事なやつがあるのみたいな。逆にもう手ぶらでいいじゃん、もう手ぶらでいいじゃんっていうぐらいの浮かぶわ浮かぶね、あ浮かぶわ、そこまで帰っていくっていう、ね、小吉の、ね、話で俺いつも思い出すの、うん、あのライブツアー行った時にさ泊まらせてもらってたホテルが、うん、たまたまなんかあんま そういうとこないんだけど、その時なんかファイナルかなんかでホテル違ったのか忘れたけど、うん、シャワーがさ、うん、上から出てくるタイプのやつでさ、あシャワーがさ固定あれだけだとちょっと使いにくいよねっていう話を巻き台としてる時に、うん、あのシャワー小吉めっちゃ似合いそうじゃないって話そうそう、こうこうライブ後なんか自分の体を上から降り落ちてくるシャワー、綺麗なボディーラインに、そう綺麗なボディーラインに、カルバンクライム脱がないんじゃないですか、シャワーの中でもそれで髪の毛きっちり後ろにこうさ、うん、全部さ流してこう上から浴びてそうって話をしてた。確かにそう考えると、うん、そのスーツずっと着てもあるけど、うん、なんか常にさオンだよね。なんかあの今もそうかもしんない。なんかロックスターだよね。あ、そうそうそう。リハとかしててもさ、うん、なんか基本もう見られてもいい状態にしてるもんね。はあうん、で、小吉のさ天真爛漫エピソードでいくとさ、ちょっとまあちょっとあれなんだけど、はあの、だるまさんとそれこそあれブループラネットかななんかの時に PK シーズンの曲を勧めてたの。はあ、で、小吉がスタジオ入ってるんでちょっとあの上がったらちょっと共有しますねみたいな。したらさライブ終わったらそれが連絡来て、で3代目あの時確かブループラネットだっけ、うん、でなんか終わって、うん、小吉から連絡来て、あーすいませんつって、ちょっといいの出ちゃったんでソロに回していいですかと。いやいやいや違う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 、最初からいいの出すつもりでやってよ、そうそうそう、いいの出たらそれこっちに一緒にやろうよそうそうそう、いいの出すつもりでやってよ最初からって、いいの出ちゃったんで自分のにしていいですかって、いや何個か何個かあるぞ、違う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 、そう何個か、いや1個じゃないなこれ、1個じゃないぞ、まずなんでいいの出ちゃったんでって、で出そうよ出そうよ、出すつもりでやってよ最初から、出ちゃったら今度自分のにしちゃう、やっぱ自分のソロでいいですか、うん、いやいや違う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 、うん、どうしようみたいなね、それもいい話だよね、いいそっちでいいの作れよってなりますよね、いいでもなんかもう無邪気というかさ、天一切の悪気なしだから、一切もう何の曇りもないんだよあそこには、そうっすね、あれはすごいよねある意味ね、ちょっとね話しそれちゃう、らしい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 話そうそうで、そう帰っていって帰っていって、はい、で1週間以上ですかね、まあ、特に連絡もなく、うん、なんかあなこれバラシかなみたいな、うん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 、なくなっちゃったかなって思ったぐらいの時にまた電話がかかってきて、あせーっつってあのさーせヒロさんにプレゼンしてて、えヒロさんにプレゼンしたのと思って、ヒロさんが一回連れてきたらって言ってるんだけど来れるみたいな、あ急に、はい、でいやいやいやだってもうニートだしいつでも行けるよって言って、うんうんうん、でその親にもあちょっとなんか小吉に呼ばれたから東京に行ってくるわってみたいな、急だね。でとりあえず行ったらもうその夜こうヒロさんいる席でわ飲ませていただいてみたいな、もうちょっと急にもう一番早い一番早い進み方ですね、あれにね、アツシさんに次の日会わせてもらったりとか、わなんだこれみたいなが1週間いたんですかね、確か小吉の家に泊まらせてもらいながらかなんかで、うん、でまたじゃ あのとりあえずつって帰ったんですよ、また札幌に、うん、なんか夢の面通し的な、そうですね、こんなやついるんです、ね、みたいな感じ で、はあねうん、で多分まあ飲んでどういうやつかを見られてるのかわからないですけど、うん、だからもう会う前にせ、うん、せまあ、ちゃんとしてね、うん、そこは間違いない、ちゃんとしてね、間違いない、うん、何をしてればちゃんとしてるのかわからない、ね、まあでもスウェーはスウェーでままでいればちゃんとしてる、ね、と思うんです、そうですね、うん、でもまあなんとかこう行ってで、うん、それでそしたらなんかいやとりあえずなんかスウェー東京住むって言われて、いや、うん、えマジでって、でも俺家とかもないし、じゃあ俺ん家住めばいいじゃんって言って、東京に突然越してくれるチケットをゲットして、やばいね、で家も小吉の家っていう、うん、まあ言ったら結構いい感じの、はい、ファミリーマンションのリビングでずっと泊まり込みっていう、へえ、でもさそこやっぱさ小吉もすごいね、なんかそこの買ってるんだろうね、うん、一緒になんかやりたいってやっぱ思ったんだよね、強くなんかだからびっくりしました、そのさっき言ったように単発の、うん、なんですか依頼だと思ってたんで、えこれ
ずっと系みたいな。ずっと系そうか、こんな先、こんなノリで長い先を決めちゃっていいのみたいな。3日酔いの中撮ったやつなのに。所属系みたいな、その、なんかもう俺も、こんなことあるのって思いながら。だってその来る時には、でもまだ所属って話になってない。なってないです、なってないです。うん、こっからだから僕はもう東京で小吉の家に滞在しながら、うん、あの居候させてもらいながら、小吉ともう毎晩のように、さあ、ここから、どうやってやったら LDH の内側に行けるかっていう、すげえ話し合いが2人で家の中でどうするみたいな。そっからだからあれか、だからメインストリームって言ったらあれだけどさ、結構こう2人ともさ、まあ、曲もそうだしさ、後にこうなっていくわけだもんね。その時にはちなみに巻大と末はあってんの、あれ、アキラさんはすごい顔中に落書きしてるところにあったんですよ。アキラのアキラが自分で自分で、あの、まあ、いわゆる盛り上げ芸、盛り上げ盛り上げの仕込みでね。だからもうすげえなと思って、こう盛り上げるためにあの人たち、アキラさんこんなこともするんだ、わかるわそれ、うん、あのね、パブリックイメージのアキラとはね、違う一面を見せてくれますよね。プロ根性やべえなみたいな。これまた P かもしれないんだけど、うん、あのキャンサブローと申しますっつって司会進行で出てきてさ、いきなりでもそのバイブ数持ってますね。そうそうそう、だからなんかもう盛り上げることにスピリッツだよね、多分ね、 200% 注ぎ込みますもんね、うん、間違いない。あ、じゃあそれ2008年9年、それが2011年ですね。11年か、はい、ちょうどだからスタジアム、エグザイルで行くとスタジアム2010年やって、2011年だからまた、ドームかな、2011年でもそのかなりグワッと行ってる時、間違いなくそうだよね、そうですね、うん、だから僕はもうそこからまだ小吉もソロデビューが全然決まってないので、うんうん、小吉としてもそのヒロさんにはプレゼンさせてもらったものの、これをどう実現させるかっていう、彼自身のそのプロジェクトを次のコマに進めたいっていうとこと、スウェーをどう内側に入れるかっていう、でとりあえずそのヒロさんに、あの消費者相談してくれて、バイトをさせてもらうことになったんですよ、生地まで、はい、いわゆる、まあ、そうなんですよ、寮キッチンという、うん、まあ、後のキッチンですよ、うん、まあ、そこでバイトして、うん、あの自分でね、とりあえずお小遣いは作ればいいじゃんってなって、で2階か3階ですね、うんうん、でその間僕ずっとクラブで、今度は、東京のクラブで、東京のクラブで自分でいろいろお願いして、うん、でその札幌の21から24までの4年間で、うん、要はその札幌にゲストで来た東京のラッパーだったり DJ とか、はい、そのゲストの方々のコネクションだけはずっと掴んでたんで、それでもう逆に東京に住んでから連絡しまくって、東京に越してきたんですけど、今日どっかにやってくださいとか、イベントあったら教えてくださいって言って、必ずこう行くようになってってみたいな、はい、それもだからやっぱその札幌時代のその活動だったりつながりが生きてきてるってことだもんね、はい、そうですね、もうここからはもうさあつなげ直しましょうみたいな、さあ行こうみたいな、でじゃあ東京で、まあ、木島で、まあ、バイトしながら、音楽は、まあ、クラブでイベントを出て、はい、で制作もしつつ、そうですね、制作しつつとかで、でそのさっき言ったインディーズアルバムもリリースしたんで、はいはい、スウェイがあの渡してくれたやつだよね、あれでいろいろ全国 の、 あのそういうオーガナイザーの方に連絡して、うん、あのスウェイブッキングしてもらえませんかっていうのも全部自分でやって、とりあえずその北から南まで、うん、あの、うん、自分で無理やりツアーを作ってやったりとか、そういう時間でしたかね、東京の間は。最初の、まあ、1年2年、いやそれが最初の半年ぐらいで、あのヒロさんがその食事を食べに来られた時に、うんうんうん、なんかの打ち上げでヒロさん来られたんですけど、うん、そこでなんか僕がこうドリンクを出した時とかに、うん、ああ正解みたいな感じで、なんか役者とか興味ないのみたいな言われて、いや僕何でもやりますって言ったら、じゃあちょっと話しとくわって言われたのがアタックナンバーワンのオーディションだったんですよ。あの舞台は最高ですよね、はあ、えあれがじゃあ一発目、それがそうですね、だからもうそしてそのバイトだけだったのが、うん、じゃあ演技レッスンやりなよって言われて、演技レッスン始めたのが
マサヤスだったんですよ一緒に。あ、そうなんだ、そこでまた繋がってくるんだね。マサヤス2人で演技レッスンをずっとやってて、だからもう僕の中ではなんで友達の弟と、しかも演技レッスンってすごいなんか急にね、照れくさいところもあるよね、うん、なんか気持ちを知りましょうっていうので、なんか、うん、じゃあお互い両端の壁に立ってくださいって言われて、そこから2人あのくっつくぐらい歩いてきてくださいっていうのをマサヤスとそれまでの二十何年間かそんなことをねやる間柄でもなく、なんだっけマサヤスが出てくる時の音、ドスンドスンドスン、それ彼がドスンドスンと来るんですよ。まあ音はしないけどねイメージとして。なんで友達の弟と一緒に演技レッスン、しかもこんな顔近づけてんだろうと思いながら、向こうからしてもお兄ちゃんの友達とみたいな。そうだよね、はい、そこはあれなの、翔吉がさ、なんとなくそのじゃあマサヤスもそうやってじゃあ劇団チームになんかっていうよりか、マサヤスがオーディション受けてたからって感じなのかな。マサヤス当時あの篠原だったんですよ。そっか、はい、バイトが。へえ、そうなんだ。それで多分マサヤスも同じような多分感じだと思うんですよ、演技レッスン受けたらみたいな、うんうんうん、でそれがレッスンがもう何があるか分かんない、うん、その先に何かがあるっていうもんでもないんですけど、とりあえずそのアタックナンバーワンって言われるその舞台、うんうん、ちょっと当時はもう登竜門と言われてるから、うん、正気にその夜、うん、なんかヒロさんになんか演技やったら、うん、やっせー来たわ、内側に入るチャンスだわみたいな、あ来たね、来た、やろうやろうそれやろうみたいな、うんうん、あ、いや、やるわやるわっつって、うん、で演技レッスンがスタートしたんですね。でオーディション受けて、大きいきっかけだったかもしれない、ターニングポイントですね。だから2011年に公開になったんですかね、高橋さん、はい、すごいアタックナンバーワンっていうね、それこそアキラとかも出てたり、まあそうですね、セカンドチームとかも出てたりした、まあ、樫田さんも本当に素晴らしいあの本の舞台があって、まあ、まさしく登竜門みたいな言われてた、はい、そこを末がじゃあ自分で勝ち取って、あの時覚えてるの舞台アタック、印象的でしたもん。いやすごい緊張しました、うん、でもなんか僕そのアタックナンバーワンで、うん、大体国際上ホールと2000人3000人ぐらいの、うんうん、ホールで舞台やるんですけど、うん、僕その ホールのやつをある程度公演終わったら、札幌で自分で一回なんかこう節目としてやっていきたいなと思ったのが、札幌のライブハウスを借りてワンマンをやるっていうので、自分でお金払って箱借りて、そのアルバムもリリースしたしワンマンやったんですよ。全然お客さん入んなかったんですけど、あの舞台をやった後、まあ舞台ってもう超満員だったんですよ。ですごい景色見た後に、なんかいざ自分がやりたかったそのソロの音楽でワンマンやった時の、うわっなんだろうっていうこのギャップというか、ギャップと悔しさと虚しさと、なんかもういろんな感情が、すごいいろんなものがあって、なんかあれはもう忘れられないですね。なんかうわー食らうわーと思って、なんか食らうことをエネルギーにしていってるもんね。でもね、それがだもう当たり前じゃないってことに気づくもんね。だからそう、何千人とかでやっててみたいな。でやっぱり当時ケンチさんと哲也さんも出てて、やっぱりそういうこうエグザイルの強さってすげえなーと思いながら、こう食らった自分のワンマンありながら、でもなんかそのアタック終わって大阪の公演の一番最後の、大選手役も終わったとこの打ち上げで、ヒロさんから、僕と正康だと小野塚隼人、はい、この3人が劇団 EXILE 加入でって言われたとこだったんで、そこで正式にみたいな、はい、あ大きいポイントですね。そうですね。でそこで所属させていただくことになって、いろいろこう事務所に毎日行くようになって、でそのジムのとこでチラって見たらマキさんが走ってたんですよ。そうランニングマシンで、そうだそうだ、来たマキさんだと思ってすいません、あのランニング中すいませんって言って CD を渡させていただいた。覚えてる。だからランニングマシンだからさ、ある程度こういう矢印じゃないあのまっすぐ前エネルギーとしては、うん、でも末は横なんだけどすごいあのエネルギー量でさ、アルバムもう屈託のない感じで来るからさ走りながら走りながらこうだから、その時になんかバイリンガルで、そう JG とかの完全コ、完コピとかもやったとか、いろいろそういう話を聞いて、えーってなって、であの聞いた、おー
めっちゃかっこいいじゃんってなったのすごい覚えてるんですよ。それであれ最初だ結構ロングスパンだったのも覚えてる。あ、まあまあ長いなと思って思いながらもあでもすげえ、あのそのなんていうの熱量みたいなのは明確に覚えてますよ。でもその劇団をやりながら、かたや自分はまあもちろんラッパーとしてやっていきたいわけじゃないですか、うん、そのなんかこう両立はどうやっていくのか、社内で。だから僕あのなんか契約の時があるじゃないですか、うんうんうん、その時にとりあえずもう最初に確認だけしたかったのが、うん、クラブでずっとやってたんですけど、この活動だけは続けさせてもらってもいいですかっていうのを最初に言って、なるほど。いやそれはまあ全然あの絶対劇団の仕事も邪魔しないし、うん、あのちゃんとスケジュールにも、うん、あのマネージャーさん通して確認してやるんで、うん、ここだけは自分にとって大事なとこなんで、うん、やらせてくださいっていうのを言った記憶がある。それが27、26か、それが25の時、25か、はあ、そう出てきた時なんですね、うん、でもいいね、なんかその大事にしてるところをなんかね契約でもそこはやら続けてみたいな、ね、はあうん、でもそこもいいよって言ってくださったのはマジ、うん、本当いやよかったと思って、うんうん、だそれでドーベルに、その後ドーベルマンインフィニティに加入ってことだよね、次の大きいところで。でもさ、ドーベルになる前に一緒に やってない曲やってるよね、オルガンドナーやって。そう、あれ その名そこに結構またヒストリーがありそうじゃない、そのオルガンドナーは、ドーベル加入ちなみに 何歳2016年、2014年、そうです、2014、13年間ありますね、うん、あそうですね、2014に加入すると。だからあの願いの塔のライブの時に、はい、はやってるんですよ。そうそう、俺それ見に行ってたんだ。それがドーベルの多分カズキの初ステージじゃないですかね、だと思うんだよね、確か。そうですね、願いの塔、それはあれだ、レボリューション、願いの塔に出てないな、願いの塔にカズキ出てないはず、多分。あ、出てレボリューション、レボリューションですね、そうだそうだ、はい、だからヒロさんとアツシが出てない、出てないドームのレボリューション、はあ、そうだ、あれがカズキの初ステージです、初ステージだった、はい、メジャー初ステージ。そっか、だからドーベルマンインフィニティになっ、あでもスウェーデン、そのオルガンドナーで、はい、そのエグザイルトライブのミックスを自分が出させていただいた時は、はい、まだまだだよね、ドーベルじゃないんですよ。そうだよ ね、 ね、ドーベルになるまでに、セカンドのファーストアルバムと、うんうん、あと3代目 JSOUL BROTHERS の桜、うん、あそうだそうだそうだ、とこのオルガンドナーでラップをやらせてもらう。それさ、でもその劇団からまあ3年間あるとき、そこまた結構大きくない、ラップとして参加して。さ、一番最初はどれだったの、セカンド。最初セカンドですね、最初セカンドはもう小吉の家で一緒に。ああそっか、その中でもちろんあるからね、うんうん、やったんですけど、うん、でもずっとソロ曲を作るたびに、あの白番に開いてヒロさんに聴いてくださいって渡したりとか、うんうん、ラップやってるんですよっていうアプローチがちゃんとしてね、ずっとしてた感じありましたね、うんうんうん、それで渡した時に多分ヒロさんの中で一回確か 3代目の桜はミックスが終わっちゃってたんですよ、ラップなしで。へえ。でその夜になんか急にヒロさん、なんか小吉から、うん、なんかヒロさんが呼んでるから今すぐ来れるって言ってそれで夜行って、そしたらなんか急にヒロさん、ちょっとこの曲聴いてって言われて、で桜ラップ入ってない桜があって、うん、でここラップできるって言われて、ああもう何でもやりますって、あの明後日レコーディングだけどって言って、もうやりますって言って、やばいスピード感だね、やばかったですね、うん、で速攻帰ってからラップ書いて、うん、桜もかっこいいよね、かっこいい、かっこいい、それこそね、あれやらせてもらったしね、そのブループラネットでリミックス、うん、そうね、うん、そうそう、でだからスエがそのラップしてるっていうのも、もちろんそのさっきのさ、あのジムでもそうだったんだけど、はい、もうそういうのも入ってきつつで、でオルガンドナーをやるときにたまたま事務所で会えて、はい、でちょっとこういう流れがあってっていう話したら、あのシャドウの元の曲とかも知ってて、はい、それやりましょうみたいな感じになって、あれだからジェネが先にやってて、そうスエが最後に撮ってくれたよね、うん、そうですね、そう2014年とかかな、あれでもそうですね、確かドーベルとすごい近いとこであったかな、2010、そうでも願いの通りその曲やってるのすごい覚えてる、やってた、ね、やってた、うん、うん、で1回だからドームで1回だけスエがあの出れなかったやつ、ね、DJ 巻きたいエンスエイって言った時にいなかった時あったっすね、俺見てた、その時見てた、見てた、そしたらそうやばかったよね、ちなみに観客側でね、俺そのツアーさ、俺も LDH ちょうど入りたてで、はあ、で
俺はね、そのさっき言ったようにその大きなツアーっていうのを体験したことがないから裏側を知りたいなと思って、うん、全部自分でチケット取って、あの実費で全部回るんで、あの一緒に回っていいですかって言って行かしてもらって、うん、ボスにで、うんうん、記者席ってあるじゃないですか、あの、うん、ドームのさ、うん、あの試合の時に記者の方、うん、あそこから基本的に見てたんだけど、うん、で何席か離れたところに達郎さんもいつもいらっしゃるんですね。したらそのスウェイが出てこなかった瞬間、達郎さんが立ち上がったからあんまり動揺しなさそうな達郎さん、百戦錬磨の達郎さんが、達郎さんがビクンって、スタッフの方がいらっしゃるんですけど、あの立ち上がって、焦どうなってんだこれけどね。でもあれは焦って、あれは焦ったっすね。あれ裏側ではどうなってたんだっけ。いや裏側では、うん、あのいつも、うん、いやあれってセンターステージなんで、うん、あのこうなんですか、道が開ける時が、要はこの曲とこの曲の間だけ開きますみたいな道があるんですけど、はいはい、セキュリティでね、はい、裏動線が、それがずっと、うん、まあ、なんていうんですか、全部センターステージで0番3番6番9番とかで言ってるじゃないですか、うんうんうん、そういうあれが確かに0番でずっと入ってたとしたら、うん、その公演だけ真逆の6番だったんですよ。あの会場によって変わっちゃうからね。 そうですね、うん、それが多分、うん、なんか伝達がこっちのチームまでされてなくて、0番でずっと待ってたら、あれ道開かなくないってなって怖え。でもやばいやばいやばいって、もう曲は聞こえてるじゃないですか、5万人のお客さんがいてね、うん、やばいってみたいな0から6番絶対無理でしょみたいな、無理だ、ね、うん、もうすぐだって、だからもうその道通んなくてもいいから、もう裸でもいいから行きましょうよって言っても、いや、うん、でもやばいやばいみたいな、なんか、まあ、危ないし、ね、事故になったらあれだから、ね、まあ、安全第一だもんね、うん、っつって、うん、そしたらもうてれてれてれやばいやばいやばいみたいな、でもうもう何ですか、もうもうもうダメだみたいな、もうどうにもどうにもって、もう自分の番がもう確実にもうカウントダウンできてる中、自分はもうカウントダウン以内に動けるとこにいない時の分かるんですか、どう逆算してももうやったやったっていう、あ、であれはさ、またこっちはこっちでさ、ブースでさ上がってくるもんだって思ってエンスウェイって、あそこやっぱ盛り上がるポイントだったりして、エンスウェイイエーみたいになるとこでさ、うん、あ、いないってなった時に、うん、ぐるって回って、うん、でも待ってよ、曲は進んでいくしなと思って、うん、そのさかぶせのところだけをちょっともうめっちゃテンション高めにやって素晴らしい、なんとかもうなんとかメイクみたいな、何日も引きずりましたね。まあでもしょうがないよね。でもね、あれはもう全く悪くないし、うんうん、誰がどうって言われてもないよ、うんうん、だから安全だったからそれでいいっていう、うんうん、もうそれだけだと思うんだよ。ただなんかこう忘れない、俺思い出の思い出の一個で達郎さん、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 なんか怒ってるぞ出てこない、出てこなかったことは俺も分かるわけよ、もちろん、ね、ずっと見てるツアーだからさ、やべえみたいなどうなるんだこれと思ったら達郎さん佇んでたからやばいね、やばいね、しばらくね、しばらくということはってなったんだろうね、ぐるぐるぐる、でそれもそれで今このラジオで話せてるからさ、ね、もういい、うん、いい思い出ですよ、もう、もう焦りましたね、うん、そうだからあの辺からやっぱなんか末がどん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 なんかまたね、そうね、本当にうちへうちへっていうか、もうその時はもうがっつりうちへうちへね、がっつりでドーベルマンインクからドーベルマンインフィニティになった時のさ、これすごい素敵な、いい話だなと思ってて、でトモゲンって元々のメンバーのとことかにもスウェイはちゃんとなんか挨拶してみたいな、トモゲンさんも挨拶させてもらって、ここからさ多分割と多分ドーベルに加入の話ってのを知ってる方も多いのかもしれないんだけど、うん、どうやってドーベルに加入していく流れになったのかっていうのをお聞きしたいなって。確かに、いやもうオーディション、カズキはオーディション、カズキはオーディションだったんですけど、うん、僕はもうなんかそのインフィニティに名前を変えてそのカズキも入れてっていう話は知らなくて、うんうん、それよりももうあれ今まで4人でやってたとこを3人になるってことは4人でやってた曲が1人のパート飽きませんっていう、確かにトモゲンの部分のね、はあ、でそこを単純にそのあ
空いてる一人やらせてくださいっていう、やばい、ね、話をなんかこう三人にしに行った。飲みの場とかでよくこう、うん、クラブとかも一緒に行かせてもらったし、うん、飲みとかも誘ってくださったんで、うん、もう本当に酔った勢いというか、うん、もうなんかもういいや、もうバカなふりで行こうと思って、うん、誰やるんですか他のそのトモゲンさんいたとこみたいな。そうだよね、はあ、とかその2424カラッツとかでも、うんうん、トモゲンさんいたとこ誰やるんですかみたいな空いてます、一人空いてます、俺います、はあ、杖空いてますよ、空いてますよ、こう言いますよっていうのをずっと言ってたら、そのジャブがこうなんかこう本当にインクのお三方が、せえずっと本当言ってくれてるけど、もし本気だったらマジ一緒にやんないみたいな、えやりますやりますみたいな、すごい、それもまた奇跡的な成り立ち方だよね。そうでもやっぱり2人が入ってまた同兵衛がグッとね行った、間違いない感じもあるもん、あ見てて、ちょっとまた新たな勢いがついて、ついたついた、ね、間違いなく、それはもう絶対そうだと思うしね、うんうん、でもなんかそうスウェーのさ、そのここまでだけでもさすごいね、そのすごいサバイブサバイブサバイブしてますね、うんうん、なんかもう絶対スウェー大丈夫だね、なんかもうずっとこれから先も。本当ですか、まあ、なんていうのそのさ自分でさずっと準備してる証拠だと思うんだけど、うん、じゃあすぐなんとかって言ってもさ、じゃあ何かしら要は常にやってるから、うん、すぐ動ける状態になってるわけじゃない、うん、だからあの状況が変わってもその中でサバイブするっていうのをやってきてるのがもう DNA にな、ね、入ってるよね絶対ね、うん、辿っていくとそのやっぱ留学のサバイブは大きかったのかね。面白かったね選手ね。留学サバイブはでかかったかもしれないですね、うん、やばいね、やばい、こうなんか知らなかったからそのパートとか、うんうん、ざっくりとしか、うん、結構留学部分でもあの3週分ぐらいはいけると思います。本当はね本当もうちょっと細かい細かいいろいろある、めちゃくちゃまたね、じゃあ留学編は留学編で次回どっかのタイミングで来ていただいてね、ぜひぜひ、もしなんか誰か急にあのキャンセル入ったら分かりました一周ちょうどそれでいけるみたいな常に準備しておいてた、はい、ぜひぜひ。そして2017年についにソロデビューという、うん、そうだ、はい、でまたデフジャムからっていうのがまたこれ戦慄でしたね、うんうん、これはそうですね、ドーベルがなんかこうある程度アルバムをリリースして、うん、単独でツアーとかも回れるようになったりとかした時になんか活動でも何ですかやりたいことをとりあえずやりきった時の一瞬なんか、うん、次何しますって時あるじゃないですか、うんうんうん、そういう時がなんか1回第1回そういうのが来て第1次そういうブームが来て、うんうんはいはい、そこでなんか僕がいやフューチャリングとかやるのどうですみたいな、うんうん、しかもそれも結構こうちっちゃくアルバムの中では小規模だったりエリーとかと一緒にこの LDH 内でコラボってあったけど、うん、外とかってどう思いますかみたいな、うんうん、しかもそれをこう AK さんと、はい、っていう話を僕がこうメンバーに振った時に、うん、あもうできるんだったらなんか面白そうだよねみたいな、ですよね、僕ちょっと次のオフの時名古屋行ってきますって言って、あの名古屋にそのままあの AK さんにアポ取って、あのお茶させてもらっていいですかって言って名古屋で一緒にお茶しながら、そうなんだ、で実はドーベルが、まあ、次またリリースいろいろ考えてるんですけど、うん、もしよかったらフューチャリング AK69 ってできないですかみたいな、うん、それはもう AK さんはあいいよいいよみたいな、意外にこうすぐ話が終わっちゃって、うーんでなんかそこから あんまもう話すこともとりあえず俺一泊名古屋する予定だったけど話終わっちゃったなと思いながらいたら逆に AK さんが、うん、ソロやらんのって言われて、うんうん、でソロはもうずっと常にあのタイミングは見計らってますけどって言ったら、なんかちょうどその時に AK さんがデフジャムの第1弾で契約した時で、うんうん、なんかそれも、ね、デフジャムで契約できたら面白いねみたいな嘘か分かんないですけど、うん、ボソッと言ったんですよ。はあ、逃さない。なるほど。逃さないね、それは。確かになみたいな、まあ、僕もその最初の方言ったスフィアーさんにも憧れだし、うん、トコナさんだったり、うん、それこそ R&B だったハイディさんとか、うん、アイさんとかも当時デフジャムでいたじゃないですか、うんうん、デフジャムジャパンの ダボさんもいてみたいな、うん、あのデフジャムいけますと思って、うん、僕の青春を、うん、みたいな、でとりあえず東京帰ってとりあえず、まあ、ドーベルのコラボの話は進んでおります。自分の中でソロデフジャム企画書とりあえず書くみたいなやばいね。それで結構書いてヒロさんにお時間いただいて、うんうんうん、でやっぱりなんか
まあ、デフジャムというよりは結構なんか常に人生チャレンジャーでいたいっていうのがなんか最初 の、 そのトピックスで書かせてもらったところでもあるんですけど、うん、なんかこう、まあ、ドーベルは男5人で一つの夢を追いかける、うん、まあ、そこに 120%、200% のエネルギーをしっかり注ぐっていうのは当たり前なんですけど、うんうんうん、なんかもう一個自分のこのスウェーとしてのなんかこう自分でそのクラブ出るときに俺はスウェーって名前でやりますってなった、うん、あのなんかまあ誰も見てなかったとこから今こうやってなんかソロでもしやれるんだったらチャレンジャーとしてなんかこうソロも活動したいっていうのをヒロさんに言って、うん、でしかもそのソロをあのデフジャムでやりたいんですけどっていう話をして、うんうん、みたいな、デフジャムやばいねみたいな、うんうん、ヒロさんからしてもデフジャムって来たらまたなんか一個乗っかってるから、そうっすね、おっっていうね、うん、それでなんかじゃ あ、 あの、うん、進めれるなら進めたらいいんじゃないみたいな、 ありがとうございますって言ってそのままで自分でどん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 話をすごい馬力だよね、すごい馬力マジで、うんうん、それでデフジャムでもうソロで、はい、そうっすね、そしてついに12月15日に、はい、あのユニオンという、まあ、ミニ EP なんですけども、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。ルペの話からここに繋がってくると、そうだよ、そうなんですよね、これ EP すごい素敵な、またね、そうですね、で、まあ、あの結婚とあとまあ子供も生まれて、うん、なんか、まあ、自分の人生にとっては、まあ、まあいろんなところで第二章あったんですけど、うん、なんかまあ大きく言うとここは第二章なのかなと思って、うんうんうん、なんかそういうタイミングもなんかこうやっぱりずっと音楽やってきた自分にとってはなんかしっかり印を残しておきたいなと思って、うん、そのデフジャムサイドだったり LDH のスタッフさんだったりでもわがまま言って、うん、リリースさせてくださいって言って、うんうん、リリースさせてもらったんですけど、いやこれさ、だからルーペじゃあ、はい、来るから見に行きましたっていう10代のさ、はい、時のスウェーからさ時を経て、え、そうですね、あの時は19から今35なんで16年後に、はい、今回の EP でさ一緒にルーペフィアスコと曲をやるっていうね、はい、これすごいことですよ。夢を叶え、その流れがさ、なんかこうデフジャムから俺行ったんだと思ってたの、うんうん、そのデフジャム経由だったらなんか分かるじゃないですか、やっぱりその大きな筋でね、そしてマキダイとその話をしてたら、うん、それが違うんだよってマキダイに言われて、うん、そこら辺ちょっと話も、うん、そうですね、はい、いやなんかたまたま、2019年に、うん、ジョニー君いるじゃないですか、はい、スワッカーフェノメノ の、はい、でジョニー君にずっと僕ルーペファンでっていうのを話してた。ジョニーとルーペ仲いいもんね。そうなんですよ、うん、あ、そうで、2019年にルーペが日本に来日してきた時に、うん、ジョニー君が一緒にご飯に行くっていう時に、うんうん、ジョニー君が、あ、ルーペスエ好きじゃんって思い出してくれて連絡くれたんですよ、うん、スエこれからルーペと夜ご飯行けど行くみたいな、絶対行く絶対行く絶対行きますっっ、そんなことあるかと、速攻行きますって言って、うん、で行って、そしたらルーペが会った時に、あ、スエイさんって言ってくれたんですよ。でオネストボーイズとかの東京ディップとかいろいろこうミュージックビデオを見てくれてて、ファレル、はい、そうですね、ルーペフィアスコ多分東京ビーキーなとこあるですもんね、はい、結構東京好きですもんね、好きで、なるほど、もともとスワッカーのね、がっつり仲良かった、大角君と井口君が、うん、多分仲良かったっ、ね、それこそスワッカーの10周年の時に、うん、それこそスタジオコーストで、うん、ルーペフィアスコ来た時、うん、僕その日に福屋さんのインターネット、仕事してる時にインターネットでルーペ来日っていうのをずっと知らずに、当日、うん、え、今日ルーペ来んのみたいな、札幌にいる時にいる時に、うん、で仕事終わってそのまま家帰らず新千歳空港行って、やばカードカードもう金ないんでカード使って航空券買って、やばいね、で渋谷と新木場の遠さなんて知らないですけどとりあえず渋谷行って、渋谷に来るだろうと思って、そしたらなんかこうもう一回調べたら、新木場か、ベースヘッズのケイタ君に電話して、うん、ケイタ君今東京にいるんですけど、ルーペフィアスコ今日行きますって言ったら、
行くよ行くよみたいな、でも俺今あの遅れていくから元にお願いしてって元くん速攻電話して、で元くんにあのルーペフィアスク行くって聞いたんですけど今渋谷駅です、あちょうど渋谷通るから迎えに行くわって言って、それで乗っけてくれて、で後部座席に乗った隣にいたのがマブだったんですよ。しかも後輩のマブ、ちなみにそのさっきで今名前出てきたベースヘッズのケイタっていうのは今あの角川ドリームスの監督、そうす、ね、はい、ディレクターなんで、ね、はい、いやこれはつながりがすごい、そうなんです、そこでマブが出てくるんだ、マブ出てきて、おはじめまして、うん、せいですみたいな、マブですみたいな、その時だったんだ、でそのままスタジオコース連れてってもらってルーペ見て、で渋谷に圭太君の車で帰って、うん、ネット喫茶で5時ぐらいまで行って、そこから羽田空港行って6時の便で札幌戻って で仕事行くっていう愛だな、それはあの機動力がさすごい、基本的な馬力とさ機動力がすごいね、フットワークだけで生きてきたんで、フットワークがやばいだってその日にさ行こうってなかなかなんない、いや東京だったらでもさ分かるけどさ、まだまだまだ、まだいや札幌からはなかなかやばい、しかも仕事終わってからでしょ、そうですね、やば、渋谷新規もまあまああるから、まあまあある、まあまあある、うん、言ったらその距離感もさ、うん、とりあえず行ってみてみたいな、でなんだったら札幌から新千歳もまあまああるからね、まずね、そうですね、うん、でもそこで僕そのソロでデビューさせてもらえて、うん、そのソロライブやったのがスタジオコースだったんですけど、うんうん、だからちょっとなんかうわーなんか感動するようなと思いながら、なんか自分ででも自分の足でつかみね、つかみにいってるよね、まあでもちょっと自分の中で北海道をうまく使ってたんですよ、うん、なんか、うん、ある日東京にポツンと行くと、うん、あえスウェーえ何北海道が来たのみたいな、あ、はい、このクラブイベントのためにみたいなあそうなんですよ、やばくね、えこれだけでやばいって思われるんだ、ちょっとこれラッキーかもってずっと思ってた、なるほどでもで実はその時はでももう住んで東京に行くわけじゃなくて、いやいや何度かその札幌にいる時にその機動力で好きで来てるだけなのにみんなやばいと思われる、すげーって思われるって、うん、なんかちょっと得してんなと思いながら、確かにだからその新木場のスタジオコースの時もルーペを実際見たい熱量ではあったんですけど、うんうん、会う人会う人にそれなんでいんのみたいな、いやこれ見たいから来たんですよ、やばくないみたいな、まだその熱量だね、これちょっとなんか得してんなみたいなみんなよくしてくれるしね、はい、確かにみんな奢ってくれるし、そこまで来たんだったらっていうね、いやすごいみたいな、やばいね、これ聞いてる方いたら参考になるかもしれないですけど、いやだってその先にはさ DM してさ自分のその今回出てる EP でさ、うん、曲を一緒に作ってるんですよ、だからそこまで着地してるんだもん、そうですね、だからそのルーペと夜ご飯食えてそこで連絡先交換させてもらったっていうのもあるんですけど、うん、だからちょっとこのユニオンを作るときに、うん、なんかこう自分の青春をちゃんと残しておきたいなと思って、うんうんうん、それでやらせてもらったのもありますね、だからそのルーペとの曲もそうだし、なんかあれだよね、だからいわゆるこう、まあ、その結婚して新しい、まあ、お子さん家族ができてっていう、はあ、まあ、そこの自分の心情とかもね載せてる曲もあって、はい、どうですか子供、いやまだまあ喋らないんでそのね分かんないですけど、うんうん、今ちょうど まだ0歳ですね、もうそこえ2週まだ2週、あそっかそっかそっか、そうですね、そっかそっか、これ昨年って書いてます、ごめんなさい、そうだよね、そうですね、はい、うん、なんだろう、まあまだね、そうですね、でもなんかこう曲でも書いたんですけど、なんか今までって本当に自分勝手にこう行動できたっていうのがある中、うん、まあ、家族を持つって、うん、まあ、男としてなんかこう背負うものが一つできたことででかいなと思って、うんうんうん、なんかやっぱり自分のためだけに使えてたお金も、うんうん、なんかやっぱり家族のことも考えなきゃいけなくなると思うし、うん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 、なんか人生生きる強さをもう一段階こうちょっとギアを上げていく感じ、まとう感じだもんね、そうですね、子供とまた奥さんと、マジやべえよ、いろいろこれから、そうですよね、本当に時間もお金もまあ子供はね、いや、それはやっぱリアルにかかってくるんで、あと僕の今日2週分で話したこの人生、うん、なんか
好き勝手やってきたなと思うんですけど、逆に好き勝手やらせてくれたのってこう親のなんかこの、ね、それですよ、気持ちって逆にありがたいなって今になって思うことがすごい多いんで、だってね1ヶ月とはいえカナダでそのホストファミリーのとこに入れてもらってとかっていうのってやっぱりお金かかるだろうしさ、だし、うん、思ってる以上にさ、なんか自分に子供ができるとさ、いや待てよって、なんかできる前はなんか別に例えば変な話、男の子だったらなんかもう別になんか多少なんかね辛い思いしても別にいいでしょぐらいのなんていうの感覚だったけど、やっぱいざさ、やっぱ実際に自分の子供ってできた時にさ、いや待てよって、これ海外にパッと行くって言ったってそれは心配は心配だったと思うんだよね。でも末の思いを取ってくれたって、やっぱその親のありがたみを子供ができることによってでっかく思うようになる。めちゃくちゃ思いますね。すげえな、すげえなと思わなかった。あとね、会う回数が単純に増えるっていうのは、会話もさ、うん、なんていうの、子供のことでね、うん、一緒に写真を送ったりとかもできるようになったりとかね、うんうん、清水さんもうんうんって言ってますけどね、うん、だからなんか逆になんか新たなさ末が生まれるっていうことでもあるわけだよね、多分ね、うん、すごい、末がパパか、もうそうなんですよ、かっこいいパパじゃない、パパしてる、いやパパしてますよ、うん、だからもうおむつを何秒以内に変えれるかみたいな早くなってきた、いやめちゃくちゃ早くなったなと思って、日々上達、まだでもさ何の匂いもしない、もう全然余裕な、あのうんち出てもそんなに臭いなとかそうですね、臭いなはないですよね、お米みたいな、そうなんです、はあ、こっからでも食べ物食べるようになってくるともう綺麗にもそこはね、あもう、はい、立派な立派な糞になります、なんて言ってたんだっけ、そのこのラジオで前言ってなかったっけど、あおやきね、おやき、おやき、ね、でもでも何別にそんなもんって感じ、あまあもちろんそうなんだけ ど、ね、そうなんだけど、でたまにね、うん、使うおむつによってあれだけど、はい、あーちょっと疲れるなって時もあるじゃない、はい、あでももう頑張ろうってやった時におむつに、そのメーカーによってあれかもしれないんですけど、おむつにさおしっこするとさ、はい、浮き出てくる字で、はいはい、いつもありがとうみたいな、その子からのメッセージみたいなのバージョンがあって、そういう時にあっしゃ頑張ろうってやっぱなる、これ不思議、だるまさんはさもう師匠クラスじゃないですか、もうそんなパパパイセンで、そんなこと言ったらもう師匠いっぱい世の中に師匠だらけなんですよ、うん、まあとはいえなんとなく同年代でね、うん、同年代だったりこういうお仕事をしながらさっていう中でね、そこをメイクしてきたところっていうところだよ、確かに、でもそういう話をさできるようになるのも嬉しいし、そうですね、うん、でもあれですね、マキさんはまだこう飲みも減った時に生まれたお子さんじゃないですか、そうだね、で僕も今現状そうなんですけど、うんうん、だるまさんの時ってやっぱ飲みがあっても、それ思うよね、俺絶対無理ですね、だからかなり激烈な、そのね地方営業バンバンもちろん行ってる時期だったからさ、うんうんうん、大阪行って俺の飲むからさ、うん、散々遊んで始発乗って、ね、ジョミーはあんま飲まないからさ、ジョミーはそんなシラフでさ始発乗ってる、もうグリーン車で一回もう完全気絶して、うん、で品川で降りたいんだけどやっちゃうわけよ、東京駅行っちゃうんですよ、これがこれは、ね、で東京駅行くとめんどくさいんで、山手線でまたぐーって回って、そう遠いで行って、でもなんとか家帰るまでに俺はシラフ、俺はシラフと思いながらガチャって開けておはようっつって入っていって、で本当やばい時は家帰って頼むから12時まで寝かしてもらっていいって気絶して、そっからバリバリ二日酔いでシーソーとか乗るわけよ、うわやばいね、二日酔いのシーソーはいいのか、二日酔いのシーソーやばいね、やばいっすね、でもノリはさ本当にだからいつもツアー終わって大体ライブ次の日お仕事が入ってない場合はさ、まあ独身だった時とか別にそんななんか早く帰ってもっていうのもあったけど、大体始発で帰ってた、だからそれも家族サービスのためにやってたんだなって思うとすごいよな、ね、それをこれからでもお二人はねやる感じになると思う、まあね、時間の使い方は変わったな、でもいやそうっすよ、ね、まあでも楽しいよ、うん、楽しいめちゃくちゃ、でも最高最高最高、いい、まあ、すでに楽しいじゃん実際も、まあ、そうっすね、そしてなるべく奥さんのフォローを、それいやもう徹底して、それは間違いない、徹底して やるのが一番いい、間違いない、はい、ちょっとそういう話もしたいからさ、また次回、ねはい、そうですね、パパトーク編と、パパトーク編やろうよ、はい、お願いします、うん、ぜひぜひ、はい、さ
さてそろそろお時間となってしまいました。また今週もがっつり話してもらって、うん、はい、すみません本当にありがとうございました。スエさん2週にわたって来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます、はい、もういつでも本当キャンセル出たら次はい、さすが留学編、はい、フットワーク軽いからさすが機動力で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Under the starsAT1.3 J-Wave 東京マットスピン PKC's Radio EXILE 巻大 &DJ だるま from PKC's でお届けしてきましたがいかがだったでしょうか。明日の東京マットスピンは M-Flow のタク高橋さんが主催するブロック FM と連動してお届けします。よろしくお願いします。それでは東京マットスピン明日も同じ時間同じ場所で僕らとは来週の金曜日にお会いしましょう。バイバイ。今週も手だけやってたけど何も言わなかった